と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。おいしい以上に知ってほしい海があるをテーマに掲げた海の情報発信イベント、海のごちそうフェスティバルが2日間にわたって東京二子玉川のイベントスペースライズガレリアで行われました。会場では北海道から沖縄までの40都道府県の海産物や海に関連した特産品の販売、キッチンカーでのテイクアウト販売など海のごちそうが勢ぞろい。さらに海と日本プロジェクト事業から生まれたユニークなコラボ商品も販売されました。海と日本プロジェクト in 福島のブースではアクアマリン福島の商品を出品、福島の海の魅力を発信するとともに福島に親しみを持っていただく PR を行いました。カワウソがとっても可愛くて、コロナが落ち着いたら行ってみたくなりました。こう巡ってるとそこに行ったような感覚になって、でこういうの食べてお家で福島のことを考えて食べるのが楽しみです。福島の海、あ、すごい、でも行ってみたいなって思ってました、ずっと。はい。海と食のスペシャリストたちによるトークセッションなど、さまざまなステージプログラムが行われ、海に親しみを感じるだけでなく海の未来を考えるきっかけ作りの場となりました。ご飯に合った魚の食べ方をね、もう一度ね、見直してほしいなって今思ってます。生き物としての魚と触れ合わせてあげる機会を作る、それと食をセットにしてあげるっていうのがすごく大切なのかなと思います。とにかく海に関心を持ってもらいたいというところがあります。でその前に一番入りやすいのがこの食だというところがありますので、まずは食を通じてと、でそれから海の方にもちゃんと目を向けてもらおうということを考えております。海は私たちにたくさんのおいしいを届けてくれます。イベントに訪れた多くの来場者にとって未来の海を考える2日間となりました。